ちゃじんぺいです。今日も夫婦円満の秘訣をお話したいと思います。今日のお話はものすごく単純な話です。パートナーの生理前には注意しろ、たったこれだけです。これは僕の仕事のお客様でエステを数件やってる社長さんから教えてもらった秘訣になります。その社長さんは女性スタッフを100名近く雇用している会社の社長さんです。なので女性スタッフとのコミュニケーションには大変気を使うと言っていました。その社長さんは女性スタッフの生理の日をすべて把握していました。ちょっと女性にはあまり良い印象を持たれないかもしれないです。ただ、その社長さんは仕事を円滑にするためには仕方ない、どうしても必要だと言ってました。その社長曰く、日々の仕事の中で女性スタッフに注意をしたり、時にはきついことを言わなければならないことが出てくる。そんな時に有効だと言っていました。まあそれはそうですよね。仕事でちょっときついことを言わなければならないのは男も女も関係ないと思います。で、そんな時にその社長さんは女性スタッフには生理の後に伝えることに決めていると教えてくれました。勘の良い方はもう気がついているかもしれませんが、そうです。生理前にはイライラする女性が多いからです。だからその社長は何か言いたいことや直してほしいことがあっても生理前には絶対に言わず生理後に言うようにしていると言っていました。生理前に嫌なことを話すことは百害あって一利なしと考えているとまで言っていました。まあつまり注意するタイミングを考えているということだと思います。たったそれだけで同じことを言っても受け取られ方が全く違うと言っていました。僕はこの話を聞いた時、ちょうど妊活中だったこともあって、妻の生理の日は完璧に把握していました。今は便利なアプリもあって、パートナーの生理を把握するのは意外と簡単にできます。そして僕は、これは良いことを聞いたと思って、妻に何か頼み事や、ちょっと自分がこれは直してほしいなということを言う場合、生理の後に言うようにしてみました。すると、これはあくまで個人の感想ですが、以前何も考えずに妻に言っていた時より引き入れてもらえる回数が多くなったような気がします。さらに妻の機嫌が悪い時の対処法としても有効だったような気がします。何か妻とぶつかるようなことがあっても生理前だったらひとまず反論せずに流しておいて生理後にきちんと話をする、そういうことをするようにもなりました。これも何も考えずに話していた時より格段に良いコミュニケーションになったような気がしています。ちょっと話はずれますが、これは夫婦円満だけじゃなくて女性とのコミュニケーション全般で使える秘訣かもしれません。話を戻します。僕の場合は夫婦円満に活用していました。皆さんもよかったらやってみてください。ちょっとした気遣いで夫婦生活が良くなると思います。そんなのもやっているという人や、逆にそんなの気にしたくもないという人もいるかもしれません。しかし、パートナーの生理日を気にしたことがない夫婦関係に悩んでいる方、そんな方は騙されたと思って一度やってみてはいかがでしょうか。それではまた。